ます、今は土曜日の朝7時ですね。今週末は徳島アウェイで、試合があるので、嫁をですね、鎌倉から呼んで、現地観戦していきたいと思います。まあ、普段は単身赴任で僕が大阪に来てて、週末だけ鎌倉に帰るっていう生活をしてるんですけど、まあ、今週は帰ってまた徳島行くってなると、ちょっと時間もったいないんで、現地集合みたいな、形で行きたいなと思ってます。で、試合は明日なので、まあ、今日何しようかなという感じなんですけど、土曜日19時だったかな、京都でですね、京都対浦和レッズの試合がありまして、でそこに去年までマチダゼルビアに在籍してた平田大樹選手、元キャプテンですね、が、もしかしたら試合出るかもしれないということで、頑張ってる姿をですね、生で見られることを願って、京都のチケットを買ってみました。なので、はい、それまでちょっとどうやって時間潰そうかなっていうのを考えてはいるんですけど、まあ、何も正直考えてないんですけど、京都っていろいろ、まあ、観光スポットも、豊富ですし、まあ、何も考えなくてもなんとかなるかなということで、はい、まあ、何するかは、まあ、このあと2時間後、朝9時ぐらいに嫁と合流するんで、まあ、考えて、適当にやっていきたいなと思ってます。あ、清水とかある。どれ？あ、本当だ、そこ。J1 決勝。どこだろうね、どあこれ。だろう。すごい、名古屋。名古屋グランパス。山形とかいるよ。ほら、あそこ。すごい。お砂糖を取りますか？僕いらないです。ありがとうございます。いや、スタジアムじゃない、あれ。
あら、かわいい。ちょっと触らせて。どうぞ。あ、こんにちは。かわいい。本日はご来場いただきます。めっちゃ楽しかったわ。やっぱり平田選手がね、最後気づいて手振ってくれたのが、しかも2回ももう最高だった。なんか浦和の勝利も嬉しいけど、なんかそれよりも平田選手 の手振ってくれたやつがもう最高に嬉しかったです。ローザになってるけど。